セレッソ大阪、柿谷陽一郎。今の自分があるのはっていうのはそこかなと思いますね。 J1 復帰を託されたキャプテン柿谷陽一郎のルーツ。やっぱり自分が活躍してなんぼやとか、チームのためとか、誰かのためにとか、これっぽっちも多分考えてなかったから。プロ契約をつかんだのは16歳。チームより自分。好き勝手に過ごし、気づけば4年が過ぎていた。そんな時だった。そんなんしとったら試合使えへんぞとか、クソってほんまに心の底からこう悔しかったのが、やっぱミノさんに言われた時はやっぱ悔しかったし。セレッソを離れ徳島で過ごした2年半、当時の監督から厳しい言葉を浴び続けた。二度と同じことを言われないため、必死にサッカーと向き合い、自問自答を繰り返した。そしてたどり着いたこと。やっぱ自分にはサッカーしかないし、徳島でのやっぱ、2年半のサッカー人生っていうのが自分の今の今を支えてくれてると思うし、そこはやっぱり自分のこのサッカー人生に外せないところかなと思います。日の丸を背負い世界に挑み、今セレッソのユニフォームを身にまとう。あの時の思いを心に留め、柿谷陽一郎が伝えたいこと。俺が言えるようなことはほんまないんですけど、今自分の仕事が楽しいかどうかって僕はすごい大事やと思うし、まあ僕らは言うても玉遊びみたいなもん毎日してるようなもんですから、仕事って言ったら仕事してる人らに失礼やと思いますけど、楽しかったらそれで何でもいいと思うし、そういう中で周りの人間というか仲間っていうのは僕はすごく大事にしたいというか、先輩後輩を大事にしてほしいなって思います。次回のフットニスタは京都サンガ FC エスクデロセルヒオのルーツに迫る。